ついに明日から KPL ですね。誰が一番打って、誰が一番抑えるのか、とても楽しみです。さて、ハーフピッチを作りました。Hi, I'm Yoshi, number one groundsman in Japan. はい、Yoshiです。ターフピッチを、作る機会をちょっと紹介していきたいと思います。まずですね、まず短く刈る機械ですね。これがグリーンモアと言われていまして、まあ、なんでグリーンモアかっていうと、まあ、モア芝刈り機という、まあ、意味として、グリーンはゴルフ場のグリーンを表しています。まあ、こういう機械を使うのが一番ゴルフ場が多いので、まあ、グリーンモアと日本では呼ばれています。これで低く、芝を刈ることができます。今日はだいたい11ミリぐらいに合わせて刈ってみたいと思います。それでは実際に刈ってみたいと思います。はい、芝刈り、をしてみました。実際これだけの刈りかすが出ますね。こんだけ枯れています。今は11ミリに刈りましたが、試合が近づくにつれてもうちょっと低く、して刈っていきたいと思います。これからローリングをして地面を固めていく作業に移るという感じです。芝刈り機汚れてしまったので、こうすると切れ味が悪くなるので、今から水等で、きれいに掃除をいたします。Hey guys! ついに明日から JPL ですね。誰が一番打って、誰が一番抑えるのか、とても楽しみです。さて、ハーフピッチを作りました。本来でしたら、2週間以上かけて、ゆっくり確実な準備をしますけど、雨ばっかりだったので、急いで1週間ぐらいで準備したという感じです。言い訳じゃありませんよ。なので普段のターフピッチよりも、まあ、スローに、跳ねます。スローバウンスですね、まあ、スピンは、いつもよりも、曲がると思います。スピナーはがっつり曲がります。センサーはねちょっと減速するので気をつけてください。今からもうちょっと固めて、今日は、まあ、いい太陽が出てますので固めて乾かせば、もしかしたら明日にはかなり跳ねるピッチになっているかもしれません、まあ、というわけで超暑いですけど JPL 楽しんでください。グランズマンの手伝いしたいよって人も募集中です。今日も暑いな。